皆さんこんにちは、シュガーシュガミーのあかねです。今回はハイライトを使ったツヤ肌メイクをシェアしていきたいと思います。メイクだけではなくってツヤ肌に見えるアクセサリーの紹介もあるので、よかったら最後までご覧ください。まずはメイク前に部分用のシートマスクを使っていきます。こちらは韓国で購入したジェルタイプのものです。お肌にピタッと密着するので、部分用シートマスクでもしっかりと保湿してくれるような感じがします。シートを貼ったら5分ぐらい置きます。5分後、シートが乾ききらないうちに肌からオフして、メイクアップフォーエバーのメイク前専用のウルトラ HD セラムを仕込んでいきます。とろっとしたジェルタイプのセラムで、コンシーラーやファンデーションと混ぜて使ってもいいって BA さんがおっしゃってたんですけど、私は肌に直接塗った方が効果が高いんじゃないかなと思って、メイクの前に直接肌に塗っていきます。なぜメイク前専用なのかというと、成分的には夜使ってもいいそうなんですが、肌をきれいに見せる 3D 効果があるそうで、メイク前に使うのがおすすめだそうです。余ったやつは手の甲にも塗っちゃいます。続いて CC クリームを塗っていきます。美容成分がたっぷり入っているので、肌を内面からツヤっと見せてくれるような効果があるように感じます。全体的に手で広げた後はスポンジでなじませていきます。次にメイクアップフォーエバーのコンシーラーで気になる部分を隠していきます。このコンシーラーは本当におすすめで、アプリのクマ消しみたいな、そんな機能があると思います。手で広げた後はスポンジも使っていくのがおすすめです。スポンジを使うことによって肌にピタッと密着するので、その密着感が光の角度でツヤっぽく見える効果があると思います。次にゲランのパウダーを薄くつけてよれを防いでいきます。アイブロウはシャドウパレットを使ってふんわりと仕上げていきます。続いて3のハイライトを使っていきます。このハイライト本当に大好きで、もう5年ぐらいずっと使っているリピート商品になります。目の下の頬骨の部分と上唇の上らへんと鼻筋に塗っていきます。鼻筋は上から下まで全部塗ってしまうと顔が長く見えてしまうので、小鼻のところは塗らないのがおすすめです。続いてシェーディングをしていきます。主に輪郭の部分と、さっき3のハイライトを塗らなかった小鼻の部分に使っていきます。アイシャドウもちょっとツヤが出るような色を使っていくのがおすすめです。涙袋にも塗っていきます。それからちょっと色のついたアイシャドウも使っていきます。こちらは指でアイホールの真ん中をめがけて塗った後に全体になじませていきます。涙袋にもちょっと色をつけて健康的な肌に仕上げていきます。続いてラブライナーのバーガンディカラーをまつげの隙間を埋めるように塗っていきます。キュー上村のビューラーでしっかりとまつげを上げた後に、ルナソルのブラウンマスカラを塗っていきます。ブラシがカーブしてるのですっごく塗りやすいのでおすすめです。リップは Twitter で話題になってたアディクションのスーパーウーマンを最近よく使ってます。こんな感じでメイク終了なんですけど、ここからちょっと応用編でさらにおすすめのハイライトを紹介していきたいと思います。フェンティビューティーのゴールド色のハイライトです。ブラシの方も頬骨に使いやすいようにちょっと特殊な形をしていて、一塗りでかなり発色があるので薄くつけてます。ゴールドラメのおかげでかなりツヤっぽく見えてきます。それから薄付きのチークを塗ってハイライトとほんのり混ざるように塗っていきます。最後にパフを用意して全体を肌にキュッと密着させていきます。こんな感じで全部のメイクが終了しました。お肌の周りをさらに明るくさせるためにスワロフスキーや大きめのストーンが入ったビジュール系のピアスやイヤリングを使うのもおすすめです。こちらはなんと 2way のお作りになっているので下の輪っかを取り外して使うこともできます。ピアスやイヤリング1つで顔周りもパッと華やかになるので普段使いにもおすすめのアイテムです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またねー。